ようこそお参りくださいました。本日は大祓の言葉を乗るでございます。皆さん大祓の言葉ご存知でしょうか。大祓の言葉とはまあ簡単に申し上げますとこの日本という国その神話から見たですね成り立ちからそして罪 がいかにして払い清められていくかが記されている言葉でございます、えー、神社でもですね相乗されることも多いですしまたご家庭の神ならで相乗なさるという方もいらっしゃるかと思いますその大払いの言葉はですねいくつか種類がございましてまあ、大きく分けますと2種類ございますそれがご神前で神様に対して 申し上げる相乗する形の大はいの言葉そしてもう一つは人々に対して乗り下す、まあ、言い聞かせる形の大はいの言葉この、えー、2種類が、まあ、大きく分けてこの2種類がございます。で神社でですね、まあ、主に読まれているのが神様に対してご神前で、まあ、相乗する、えー、形の大はいの言葉だと思います。 そして皆さんに言い聞かせる参列されている方に言い聞かせる形の大払いの言葉というのは年に数回ございますそれが名越の大払いそして年越えの大払いという、まあ、半年に一度の大払いまたは臨時で行います大払いの際ですね大払い式とも申します。そのの際にに参参列列されてている方々参列者に対して大払いの言葉を 乗り下す、まあ、聞いてくださいしっかり聞いてくださいと言い聞かせる形で皆さんに対して神様ではなくて皆さんの方を向いて大いいの言葉を読むととうことがございます本日はですね、えー、そのご神前での神様に対して相乗する形ではなくて、えー、大祓い式に参列されている皆様方皆さん方に対して人々に対して 乗り下す乗る乗る形言い聞かせる形の大払いの言葉を紹介いたしますシチュエーションといたしましては、えー、名護市の大払いにいたしましょうか六、えー、月末の名護市の大払い式で皆さんに対して言い聞かせる形の大払いとしたいと思います 奉なわれる人のも、この都心の皆月の都ごもりのお祓いに、祓えたまい清めたまうこと、もろもろ聞けたまえと乗る。 袴の花に噛む詰まります。爪田がむつかむろぎ噛むろみのみこともちて。八百万の神みたちを噛むつどえに、つどえたまいかむはかりにはかりたまいて。 あがすめみまのみこ事は豊は原のずほの国を安国と平けくしろしめせとことよさしまつりきか,かくよさし祭りしくぬちにあらぶる神たちよはかむとわしにとわしたまいかむ払いに払いたまいて ことといしはね、きねたち草のかき葉をもことやめて。雨の岩倉なち雨のやえぐも、いずのちわきにちわきて雨くだしよさし祭りきかくよさし祭りしよもの国中と大山と日高みの国をす国と定め祭りて。 したついわねにみやばしらふとしきたてたかまのはらにちげたかしりてすめみまのみことのみずのみやらかつかえまつりて雨のみかげひのみかげとかくりましてやすくにとたいらけくしろしめさむ。 くぬちになりいでも雨のます人らが過ちをかしけむ草草の罪ごとはまつ罪くにつ,つみここだくの罪いでもかくいでばまつ宮ごと持ちてまつ金ぎをもとうちきりすえうち立ちてちくらのおきくらりをきたわらして あまつすがそうもとかりたちすえかりきいてやはりにとりさきてあまつのりとのふとのりとごとのれかくのなばあまつかみはあめのいわとおしひらきて 雨の屋、江雲、いずのわきにきてきこしめさん。国津上は高山の末、引き山の末に登りまして。高山の穂彫、引き山のほりをかき分けてこしめさむ。かくこしめしてば罪という罪はあらじと。 死なの風の雨の八重雲を吹き放つことのごとく明日の右り、夕べの右り、を朝風、夕風の吹き払うことのごとく大べによる大船をへとき放ちともとき放ち手をうなばらに押し放つことのごとく 落ち方の刺激がもと焼き釜の戸釜持ちて打ち払うことのごとく残る罪はあらじと肌へたまい清めたまうことを高山の末引山の末より桜なだりに落ちたぎつ早川の背にます せおりつひというかをうなに持ちでなかく持ちでいなばらしおのしおのやおじのやしおじのしおのやおはいにますはやきつ姫というか持ちかかのみてむ かくかかのみてばいぶきどにますいぶきどぬしというかみねのくにそこのくににいぶきはなちてん。かくいぶきはなちてばねのくにそこのくににます。はやさすらひめというかみもちさすらいうしないてん。 かくさすらい失いてば雨の下よもには今日より初めて罪という罪はあらじと今日の夕日の下ちのお払に払えたまい清めたまうこともろもろ 聞きともえと乗る以上が名越の大はいに参列なさった方々に対して乗る読み聞かせる形の大はいの言葉でございます、え。ー ご神前で神様に対して、想像する形の大祓の言葉と。まあ、八割9割ぐらい、まあ、内容は一緒かと思いますが。最初と最後が違います。えー、最初と最後にですね。乗る、聞きたまえと乗るとございます。うごなられる、集まっている人々に対して。えー、まあ、しっかりと聞きたまえと乗る、まあ、宣言するという。 意味が最最初と最後にございますそれがですねご神前神様に対して相乗する形の大祓いと人々に対して乗り下す形の大祓いの言葉の違いの一つでございます。まあ、基本的にはこの、えーまあ、人々に対してまあ言い聞かせる、まあ、乗る形の大祓いの言葉というのは職が読みます神職が読みます。神職が読みます なので皆さんがですね、えー、神棚でご家庭の神棚で、えー、相乗するのはこの神様に対して申し上げる形の相乗する形の大祓いの言葉を用いてくださいすべ、えー、ての神社で、えー、この乗る形の大祓いの言葉が名越の大祓い年越しの大祓いそして臨時の大祓い式で、えー、用いられているわけではございませんですがもし皆さんがですね その神社の大祓参列した際に、えー、ものものを聞きたまえとのるの形の大祓いの言葉が読まいたときはしっかりとその大祓いの言葉を聞いていただければと思います。